はい、じゃあ最終回は、1回目、2回目、銀影を実際に体験していただいたんですが、とてもお上手、音感もいい、素晴らしいんですけど、やっぱり声の出し方は、やっぱりちょっとギリギリ、こういう、まあなんかこの辺から出してる感じがするので、なんとなく喉痛めたりされるんじゃないかなと。痛めます、すごく。こういう声ですし ね, ですよね。お芝居とか出ると声飛んじゃったりします。もともとそういうお声ですよね。いや、酒焼けです。知ってます知ってた。生まれた時は違ったって聞いてます。もちろん刺激物がいけないというのはもう別に刺激に関係なくだと思いますけど、まあ、お仕事もお仕事で、ね、だいたいおなきに10年超えるとだいたいみんなこんな感じの血を這うような声になるんですけど、ならばなおさらもうお気をつけて、ね、しないと長いこと、ちょっとだから詩吟はいいんじゃないかって聞いて、うん、そうですね、喉とか、はい、技術論で言うとさっきみたいにやればもうすぐできちゃうんですけど、はい、根本的に腹式呼吸でやったり、うん、アクセントをしっかりやる、パーターパーダパーパーパーってご存知ですか。そうですね、最近実は『徹子の部屋』で鎌田先生という方が推奨してました。はい、ああ本当ですか。はい、よく高齢者の施設でね、パタカラパッパッパッタ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 ッカラララ、これ4つの音だけで結構もう口をまんべんなく運動できるっていう、うんやつですよね。そうです。それと脳にもなんか刺激がいくのいいんじゃないかって言ってましたけど、パパパカだパって言ってましたね。パは唇が大きく動くじゃないですか。はい、パパンってなりますね。パパパは舌が結構パパパパパパで、パはまあここパっていう声を出すには喉を結構クッとやらないといけないじゃないですか。か、喉の音ね。か、ああ本当だ。で、ラはもう全部フラって、ラ、ラ、ラと口が全体がこう運動になる。ラ、はいはい。あ、た、か、ラ。はいはい。そうですね。それがまあそれは一応一般的ですが、私たちがやるようなのはこの喉仏を上下させるトレーニングをやることで。喉の筋肉を鍛えるみたいな、はいはいはい、をやる方も結構多いので、で、さっき言うと、さっきの気温がミでしたよね、これね。ミドミドってやると、ここの喉元というか、ミド動きません。女性がどう動かすか。ミドミでもミってなりますね。ミドミド、ね、音が下がれば。上下していくと喉がトレーニングされて喉の筋肉が鍛えられるという、まあ、もちろん詩吟にも活かせますけど、まあ、喉のトレーニングをしていくということは大事。なんか動きがちょっと弱いっていうのは弱いとかそういうことですか。喉が弱いとか、まあそうでしょうね。そうでしょうね。これがだから筋肉がついてくればもっとこう動く、ね、じゃああんまり動かない、距離が動くのかしら。ミとドは詩吟にあるキーですもんね。まあ別に何の音でもいいんですけど、まあなんとなくミとドをやってると一番動くかなって僕はちょっと思っただけです。まあ、別にどんな音を上下させるっていうことなんですかね。いろんなやり方あると思うんですけど、ミドが下がるって感じですね。ミが、あとミードだと口が結構動くじゃないですか。ミはミの音ですから、他の音があるんですね。あ、でもなんか美容の顔ヨガみたいなんでこういう動きあった気がします。それと喉と両方鍛えられるので、とりあえず一番簡単だと思いますので、ちょっとご紹介。あとは腹式呼吸、はい、利用しないとほとんどやっぱりもうこの高い音、さっき天皇をってやったじゃないですか、はい、あんなのもうここでやっちゃうともう喉やられちゃいますので、腹式呼吸を推奨いたします。はい、ち
ょっと今日はですね、あのお腹をプーッと膨らませるトレーニングをすると腹式呼吸はすごく体感としてなんか、分かったり、あ、これが腹式なんだ。で、お腹を膨らませて横隔膜のところをクックッと上げ下げすることで、さっきの高い音を出せるようになりますので、最後にもう一回天皇大勢でやってみましょうか。はい、まずはあの、じゃあ出しましょうかね。ちょっとマットです。左手を胸に乗せて、右手をお腹に、はい、寝ながらですけど、はい、それで息をクーッとこの鼻から吸います。鼻から。そうすると今ここでやってるとお腹がそんな膨らんだ感がないんですけど、寝ながらやるともう間違いなくお腹を膨らまさないと息が入りませんので、それをちょっと体験してください。はい、じゃあ関さん。あ、関さんどうぞ。ですね、はい、いいよ。はい、で左手を胸の上にしてお腹をね、で鼻から息をスーッと、ほら、お腹はいいでしょ。うん、膨れてますね。はい、口から吐いてください。胸はなるべく動かさないようにして、普通、あまり深呼吸というより普通の呼吸をそれでしてください。鼻から吸って口から出して、そのお腹の動きを覚えておいていただくっていうことです。ね、お腹じゃ膨らまさないで息できないでしょ。うん、できないですね。あ、できない。あ、本当だ。そう。あ、面白い。だから寝るときにこれをちょっとやってから、まあ多分、ね、すぐ眠くなっちゃうぐらい の一呼吸です。まあ深呼吸である必要はないんですけど、深呼吸である必要はないんですけど、胸を動かさずにお腹を向け、普通の呼吸でほらお腹ですね。はい、OK です。眠くなりますね。だからそれが人間として適正な呼吸法なんですね。大丈夫足腰が違う。足腰が違うんです。その後がちょっとね、はい、その前に足腰が、はい、じゃあおりやこさん、はい、よいしょ。はい、左手を胸の上でお腹に、右手、鼻から吸って口から吐いてください。ゆっくりですよ。普通の呼吸のタイミングで。おー、いいお腹出てますね。食べても出るんですよね。呼吸じゃなくて。はい、OK です。はい。めっちゃ出ますね。はい。それもこの座っても同じことをやりましょうってね。じゃあ鼻から吸ってください。はい、はい、できてます。はい、あ、多分これを普段からこういう心がけるとこのように、まあ、いるということと、あとその今こっちですよね。吸ってお腹が膨らんで、吐きながら戻ってくる。これをやると迂回すると横隔膜が入った時はずっとこう触るんですね。ここは膨れますから、ずっと触って、でこの横隔膜の力を使ってこの力を使えば、さっきの天皇ってところも天皇っていうような声になってくるんですね。天皇の声の時にグッと横隔膜を上げてみてください。せーの、天皇。そうお腹から出るっていう、この横隔膜がやってくれるんで、喉そんな力入れなくても声が出るんじゃないですか。天皇。そう全然いい声になってますよね。あ、そうですか。天皇ってさっきやってた。天皇。あ、そうか。ここ、せ
声出にくいですけど、やってみるとそれができるようになると思いますね。だから衆議院議員をやってるお年寄りはやっぱり長生きだと、あの統計上は出ておりませんけど、あの僕の肌感覚ではもう間違いなくあの長生きしてます。で元気だといいですよね、やっぱり。あのそうですね、あのさっき脳に影響されるっておっしゃってましたけど、これだけの自分をもう何十個何百個と90歳の方々が覚えてるわけです。そうで、新しい毎月毎月銀へ月暦っていうのが私皆さんにお渡ししてるんですけど、もう月暦も新しい銀へ初めて見る監視だったりするのをちゃんと覚えてあのやってますので、頭の体操になるじゃないですか。ありますよね。さらにこの自分の意味をその心を持って伝えようとすれば、ハートのトレーニングになるんですよ。だから、まあ、まだ死にたいんですよね、うんうん、トレーニングに機嫌はなる。あの余計なこと言うと体一つでできるものじゃないですか。確かに。例えばなんかお花とかお茶とか、まあ、そういうものはいろいろお金かかったりしますけど、議員はとにかく入り口がものすごく裾が広がるのはそういうことですよね。一番 手短にあの元伝統芸能にさあの携われるということだと思うんですね。監視なんですね。あのちょっと説明が前後しましたけど、陰影っていうのは、はい、あ言ってみれば文学的な表現をあの映ずるっていうことなんですね。だから何でもいいってことではなくて、主に漢詩、あとは短歌とか俳句もありますけど、まあ、そういう過去の文学的な表現物、これを、まあ、歌うことで、まあ、江戸時代なんかは寺子屋とかあの私塾からみんなこの詩文を覚えにくいですから、たくさん、だから抑揚をつけて歌うことで、まあ、それがあの詩吟の今の始まりって言います。なるほどね。漢詩を覚えるっていうのが勉強だったんです ね, ね。じゃあ有名な詩、あの孔子とかそういう方々の歌になったわけです。そうですね、詩曰くみたいな。はいはいはい、面白い。面白い。特にあのこの今この2000何年の時代に600年代700年代の中国ってものすごい文化度が高くて、ここに李白、徒歩、八居とかこういったもうほとんど皆さんが知ってるような詩人って、この何十年かでもうスーパースターがもういっぱい出てきて、で今の銀影のスタイル、さっきこれ4行あるじゃないですか、これはあの気象天結気苦消苦天苦結苦ってなってて、これはあの絶句、これ1,2,3,4,5,6,7文字であるので一文絶句、 7つの言葉の絶句になってます。これが一つのフォーマットで、これを作ったのが、まあ、作ったというかできたのはその唐の時代、今から1300年も前なんですか。すげえなこの人たちって、すげえですね、思うんですよ、うん、もう大ブームがそこであったし、音楽っていうのは音で残ってないじゃないですか、その時代に、うん、だけどみんなはこれはきっと銀影のように歌ってたんじゃないかと、あさっき後藤先生言いましたけど、やっぱり琵琶で当時からあの歌ってました。まあ、琵琶なんですね。結構じゃあもう口伝えみたいな感じで来たりしてるんですかね。そうです、国連でずっと来てるはずなんですね。ただ残念ながら録音技術っていうのがね、うん、その前はなかったですからなかなか残ってないんですけど、そういう歴史的なものとしては楽しいですよね、学んでてね、と思うので、ぜひご興味持っていただければと思います。話がちょっと脱線してすみません。健康に良いです。健康に良いは、なので多くの方が興味持っていただければ幸いです。じゃあ今日はそんなところでありがとうございました。はい、ありがとうございました。興味を持っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。まあ本当にこれできていたのかって聞かれると、ちょっと私自身不安なところはあるんですけど、ただ先生がすごい優しくてできてるよって言ってくださったので、ちょっとそれを信じようかなと思ってますけど、でもすごいあのこうなんだろう、ここもすごい動かすし、最近ねマスクでやっぱりあんまり動かさなかったりすること多いので、すごいいいなと思いました。初めて銀影を
体験しましたが、まあ分かんなかったですね。私ができてたかできてないかは全然分かんなかったです。でも、できてるって先生がやっぱおっしゃってくださったから、できてんだと思って、あ、じゃあできてんだったらやろうかなって思いました。身と胴のぐらいの音しか今日やんなかったんですけど、もっとこう節を先生とゆきちゃんがやるやつの方がかっこいいので、ああいうもっと難しいのをやってみたいなって、こうまたちょっと次のステップ進むという目標ができたので、ただね、やっぱ家帰って何も覚えてないと思うんで、やっぱまた通わせてもらいたいと思います。ありがとうございました。